こう取れてんの？あ、レックって書いてある。うん、まずゴミを探しに行くんです。ゴミを漁る。あれ4番はね。でも明日は？明日は仕事？明日仕事やけど、多分来れると思う。あ、そう。うん。あ、来んのかな？勉強の先生にいないんだよ。勉強？試験があるんだ。あ、そう。そう。昇級試験？昇級試験。あ、そう。工場長の先生って何なの？そういうんじゃなくて、このなんか社内の順番？うん、昇級試験でも、昇級試験よかったら給料上がるの？ちょっとだけね。ああ、じゃあ頑張りましょう。あれ、なんでだ、4番がないまさかの4番がない。4番がない。早速トンザじゃん。せっかくアングルを決めたんだ。超いいアングルだよ、これ。持ち上げても対応するっていう。3と同じ長さになるはず。やばい、この独り言は絶対俺は入れたいよ。4ないけど3と同じ長さ。ベタベタのやつ捨てちゃった。あ、捨てていいっすよ。始まった？始まった。もうすでに始まってますから、これ。いつだってもう始まってますから。4番がどっか行っちゃった。4番4番どっかにこのもってしてるんだろうね。多分今頃どっかに。なんかボソッと落ちてる。誰か捨てろ。4番。Thank you.
明日からバイトだ。マジで。やだな。ついに。年始の間、一度も VL をやらなかったです。いや、俺もガスケット作って、あ、そうか、ガスケットやってたの。何でかけた？なんで？じゃあ、だって、じゃあ、今日は深夜だから。昨日のブログでは情熱が戻ってきた的なこと書いてた。そう、昨日の時点で戻ってきちゃうもん。俺、こんな気持ちだった。そう、長間さん、ポケットティッシュ落とした。どこ行った？そこ、長間さんの後ろ。ん？気のせいだよ。そんなハドルがちょっとこう、前が下がったかな。こうすると、だんだん前に。前にちょい上げるとさ、俺の方もちょい上がってるんだよ。うん、あれ金玉って言うわね。あの辺が多分微妙とかでね、うん、座ってると前に行っちゃう。そうだ。こういつも後ろにこう自分で自分でグッて、それはね、ライトの電池がなかった。最後に見えなかった。F のやつ、ちっちゃいやつね。ちっちゃいやつ。俺さ、チャリンコをさ、最近も乗ってたらさ、ケツにデキモンできちゃった。マジで。ニキビなんだね、ニキビ。